浜優さんが居酒屋をオープンしたということで、はるばる小豆島へ来たマサル。今日は島から持ってきた夜光貝を実際に居酒屋で出していきます。はい、どうもです。今日はですね、前回に引き続き浜優さんとのコラボなんですけども、なんと浜優さんが居酒屋をオープンしたということで、小豆島インターナショナルホテル、国際ホテルですね、国際ホテルにね、やってきましたということで、マサルさんの夜光貝、はい、早速仕込みに行きましょう。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、ということで、浜湯さんの居酒屋の厨房に、めちゃめちゃ広いですね、ここ。めっちゃ広いですよ。頑張れば300人前ぐらいいけそうですね。いけそうですね。で、今日はちょっと仕込みを手伝わせていただけるということで、まあ、夜光貝の仕込みだったりとか、エイの仕込みとかもね、少し見せてもらおうかなと思っております。今日僕が持ってきた、こちら夜光貝。結構デカめですね、これ。1キロ弱ぐらいありそうですね。で、夜光貝のさばき方なんですけど、こうやって重力に負けて出てくるんですよ。あ、吊るしておけばですか。そうです。へぇ、今光で逃げちゃったんですけど、で、出てきた瞬間をスパッと貝柱で切ります。あ、お願いします。で、これ人の包丁なんで、かけたら怖いんで。僕の包丁ですね。うわで、ここに一気に入れます。はい。うわ、これ失敗したくないな。いきます。おぉおぉ、すげえすげえ。やると、はい、貝柱が切れたんで、おぉ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 、これ取り出せます。おお、めちゃくちゃでかいですね。どれぐらいだろう。拳ぐらいあるじゃないですか。次は中のあれですよね。ここに貝柱ついてるんで取っていきます。取り方はサザエと一緒ですね、本当に。一緒です、一緒です。でかいだけですね。マサルさんの指がグリグリ入ってますね。おで、ドーンと。おお、すげえ。やっぱ血が多いんですよね。これ酒入れて飲むんですよね、今から。いや、それ今日の杯にできるじゃないですか。確かに。これグラスで。全然いけますよ。全然いけますね。これちょっとうちの居酒屋の飾り盛り付けにしたいんでください。あ、ぜひぜひ。これサンポールにつけて、はい、10分ぐらいつけたら、これサンゴがついてるんですよ。へえ。あ、これ赤いサンゴなんですか。このサンゴとか溶けて、はい、綺麗になります。はい、ちょっと青っぽい感じで。ありがとうございます。2匹目も失敗しないよ。僕にやらせてくれないですか。できます。やりたい。じゃあ浜井さんお願いします。はい。わ、すごいすごい。重力でめっちゃ垂れてくる。えーろめっちゃ垂れてくる。おー、出てきた出てきた。お、すごいすごいすごい。で、いっぱい出た瞬間に、いっぱい出た瞬間にめっちゃ出てるめっちゃ出てる。顔ありますから。おお、え、うん、怪獣じゃん。ですよ。じゃあ行きますね。はい、じゃあ置いて。はい、よいしょ。お料理うまいか。いや、OK。 お、グリグリと。夜光貝初見ですか。初見です。すげえ。これなんかもう完全に引き剥がす感じですね。うん、今剥がしてます。へい。ここから部位に分かります。部位は2種類ですね。美味しいのがここです。これが貝柱なんですけど。それが貝柱なんですね。でっか貝柱。そうなんですよ。これがホタテの貝柱に近いような味がして、ここはあれですね、仕込みの時に湯引きにしとけばいいのかなと。なるほど。食べていいですか。うん、サザエの巨大みたいな感じ。ちょっと大味なのかなと思いました。今食ったらゴリゴリ美味しいですよ。口がでかいんで、口をこう取って、うん、これ蓋がひっついてる。蓋をこうやって。あ、でかっ。この一皿どれぐらいが妥当だと思いますか。700円ぐらいじゃないですか。700円ぐらいですね。税抜き。じゃあ税込みがね、70円で今日出していただきましょう。700円は正直、こっちで食べるなら安いと思います。原価ゼロって言っても、マサルさんが取ってますから。マサルさんが取ったって考えたら、原価2億くらいじゃないですか。いやいや、それ2億稼げたら俺何も苦労しないですよ。でかいかな。ちょっと食べてみてください。はい、どんぐらいのサイズ。あー、硬い。すごい硬い。いや、貝がですよ。あー、ガチで、ガチで硬い。いや、ガチで硬いです。なるべく薄く切る方がいいですね。はい、なるほど。もうサザエよりよっぽど硬いですよ。僕は硬いのあまり好きじゃないんで、基本的には焼いたりとかして食べるんですけど。じゃあちょっと途中ですが、湯引きます。 OK です。こんな柔らかくないですか。あと臭みがやっぱ消えますよね。こんな感じで切ると、うん、薄い。おー、おしゃれ。じゃあ1匹分を夜光貝の殻に飾って持った場合、5000円で販売しないといけないですね。5、6000円で。考えになるじゃないですかね。盛り付けマジで1ミリもこだわってないから、浜湯さんにアレンジしてほしいですわ。本気はなんかこんな感じになると思います。肝も添えておいてください。
どこに紅型を置きますか。とりあえずここに置きましょうか。こちら、今日出してもらいます。夜光貝、これが出るんですか。これが出ます。うわ、すごいな。ありがとうございます。初めて出ますよ。使わせてもらいます。素潜り漁師マサルの夜光貝、おすすめ、今日限りです。今日限り。動画見てる皆さんはもう過去ですね。ですね。何にも宣伝もしてないですからね。はい、そしたら仕込みが終わったんで、今時刻1時です。ちょっと暇じゃないですか。来ますね。飲み行きましょうよ。飲み行きましょう。高松の方行きましょう。え、島昼から飲むとこないんで、はい、高松出会って飲み行って、はい、バーッと飲んで帰ってきて、僕の居酒屋でまた飲みましょう。いいっすね。はい、じゃあ今からガソリン入れに行くぜ。やっとガソリン入るわ。いや、やりました。マジ YouTuber、 YouTuber2 人目立ちますね。恥ずかしいです。あ、これ腰くる、痛い。食べた。島にはない唐揚げ棒ゲットしました。あ、やりましたね。じゃあ唐揚げ棒180円お供ください。というわけでフェリーに乗って香川県は高松市へ向かうことに。はい、というわけで高松に着きました。声でか初すみません、声でかいっす。初めっちゃ近いですね。高速でだから35分です、ね、じゃあ飲み行きましょう。もう酔ってますけど、はい、じゃあ僕のおすすめの立ち飲みがあるんで、久しぶりに大将に会いに行きましょうか。行きましょう。酔った。ほらほっと、お疲れ様です。レモンチューハイ、レモンチューハイ、レモンチューハイ2つお願いします。はい、あと水、水早いっすか。早いっす。水なしでお願いします。おすすめとかあるんですか。ゲソの握り、めっちゃ美味しい。ゲソの握り、じゃあ2皿お願いします。あと赤貝ももらっていいですか。あとカンパチもいいですか。カンパチ海っぽいけどヒラメじゃないし、ね、商品にはこなし出すと。うまいです、うまいです。ちょっとこれ見ていいですか。キジホット、食べて開けてください。これね、開けるんですよ。10人に1人、10人に1人は当たるんですか。あらんだ。ハマチかなんかの筋取りしたやつみたいな。カンパチの筋取り。へえ。ああ。カップルチャンネルになってますさっきは。はい、ということで、1軒目の飲みが終わったんですけども、1軒目のお会計を払う人は、大将のお払いで、この中に。えー、食いわさびが入ってるやつがあるらしいんですけど、それを引いた人が今回のお会計持つということでやっていこうかなと思います。じゃんけんしましょう。でもなんか見た感じ分かるんですけど、見た感じ俺あれだなって思うんですけど、大将もうあの分かるんですけど、はい、大将これあのじゃんけんゲームになるかもね。大将グーじゃんけん、ほい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。じゃあ俺から食べますね。じゃあ俺これから食べますよ。だって僕も勝ちました。せーの、かけ、どっちか当たりました。はい、もうどっちか当たりました。あ、もう？うわっ！あの、まさかの復活？あの、見えとんわね、カモフラージュ。はい、取って取って。まさかの復活？アメリさん、ごちそうさまです。吐き出すはちょっとダメですよ。大将、せっかく作ってくれ。これ食べよう。俺の財布かな。いや、俺の財布それ。手で終わらせ。6,970円、これでかいですから。じゃあ10,070円でお願いします。はい、アルバイトで7時間かかりますから6,970円。ごちそうさまです。うまー、人からもらう寿司ほどうまいものはない。うわー、いや俺払いたかったわ。これいただきます。いや、ちょっとダメです。それ俺のせいです。2軒目いきます。串カツがうまいっす。串カツ、こっちこっち。シーザーサラダでいこうかな。嫌だ。じゃあマーラーピーナッツ、紅生姜にしますね。俺うなぎ肝いきたいっす。2つを半分にします。うなぎ肝、ヤスパラ肉巻きを1つで半分ずつで、俺の意見って頑張るし、うなぎ肝1つを半分ずつで、大エビいっていいっすか。い
や、はい、お待たせしました。ありがとうございます。めっちゃすだち使ってる。じゃあいただきます。すだちってこんな味なんですか。うまっ。あっ、うまっ。まーい、一気やめて、一気やめて。だっておちょこじゃないですか。ゆっくり飲みましょう。まだ撮影控えてますか。罪のからしれんこ、エビ、エビ、これエビっぽいっす。ウニガイ、え、ウニガイ、うなぎ肝、うなぎ肝だ。うなぎ肝、こんなんでっかかった。でかすぎでしょ。え、いいんすか、うなぎ肝いただいて。うなぎ肝やばい、ウニガイっす。ビールに合います。あ、よう食いますね。何生姜、うまい。勝負はどこ行ったんですか。え、勝負するんじゃないかなんですか。勝負が、いや、これ、よう飲みますね。次行きますか。いい居酒屋販売です。じゃあ最後、じゃんけんじゃんけん、お会計じゃんけんじゃんけん、ほい、はい、ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。まだ昼、マサルっち、酔おうぜ。酔いてーなー。4軒目どこ行こう。そうだ、居酒屋浜湯に行こう。よし、じゃあマサルさん一緒に居酒屋で。いやもう、まあ、下回ってない下回ってないよし、ここは俺がチャンネルを乗っとるぜはい、ということで、高松満喫したんで小豆島に帰ります。小豆島帰って居酒屋浜湯行こうかなと思います。今日まだ行けます。よろしくお願いします。シラフです。はい、漏れてるんですよこれまだ飲めます。亀裂が出て、いや、そこじゃないっす。酔ってる酔ってる。ここ、ここ、ここ、ここうわ、やば、出てる。いや、もう、マジで。もう、ゲイチャンネルになってる。カップルチャンネルになってますから。はい、じゃあ、マサルさん、着きました。小豆島。完全に寝てましたよ。じゃあ、居酒屋浜へ行きましょう。初めてなんですけど、起きて、まだ酔ってるっていうのが初めてなんですけど。当たり前です。ちょっと疲れましたね。行きましょう。行きましょう。ネムシ。はい、じゃあマサルさんホテル到着しました。今から居酒屋に行きますよ。ホテル着いたよ。めちゃくちゃ眠いですね。めっちゃ寝ました。目がもう僕死んでますこれ。マサルさんの目は？え、急にやりすぎ。終わった。あ、バレましたね。居酒屋浜湯、浜湯、まあ、僕は知ってるんですけど当たり前に。じゃあここでさっきさばいた夜光貝が、あ、出ますね。出るということで、ちょっと楽しみですね。そうですね、さばいたやつが出る。はい、早速入ってみましょう。酔ってるんですよ、二人とも。もう二人とも酔ってますよ。エロいですね。マサルさんも酔ってますよ。お、っ太田くんじゃないですか。写真お願いしていいですか。ダルこれがダル絡みというやつですね。これがお客さんの気持ちか。いいね。あ、ありがとうございます。あ、このハンコ室みたいなところ開けてくれたんですね。そうですね、オーナー権限で太田くんの裁量と。すげえ。今日のおすすめは猫貝の刺身、漁師の同じルーセットダコの砂の島もの天ぷらです。意外と浜湯さん知っててマサル知らない人多いですからね。案外多いしね。ウーロン茶で。焼酎ロ、芋焼酎ロックでって言いました、ね、ウーロン茶ロックで、ウーロンハイロックで。じゃあ梅酒ソーダでいきます。はい、まだ飲んでないんで。これマナガツオサシ食べたいんですよ。まだ冷凍でしか食べないんですか。生ってね、今日はうまいっすよ。よく2ヶ月でこんだけ品揃え作れましたよね。1ヶ月半ですよ。すごいっすよ。1ヶ月半ですよ。はい、失礼します。はい、はい、お先に梅酒ソーダと爽やか、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ですサーラン卵煮付けですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、オッケー。浜井さんの居酒屋回転に回転に乾杯。乾杯。
サザエのつぼ焼き一つと、はい、浜湯のマナガツオ刺し、はい、夜光貝の刺身、はい、チマハモの天ぷら、はい、キムチか、はい、キムチ、唐揚げと、はい、太田くんのポテトサラダお願いします。はい、ありがとうございます。これ美味しいんですか？めちゃくちゃ美味しいですね。あ、美味しいですか？はい、失礼します。こちらがサワラの森ですね。出た、太田さんのポテトサラダ。はい、そうです。うちのカメラマンが絶賛してましたよ、サワラの森。ああ、うまくて冷凍のやつ。ありがとうございます。めっちゃネギ持ってますね。ネギが命ですか？うまっ。いいですか、食べて。サワラの森です。これなんか薬味入ってるんですね。誰かのキムチ食べてるんです。スーパーです。スーパーです。スーパーの味。言っていいでしょ、僕スーパーって言いました。全然キムチなんかいちいちつけれないでしょ、そんなの。失礼します。はい、ハモ天です。はい、こちらハモ天です。めっちゃうまそう。天つゆですね。ハモっていう、まあ、うなぎに似たニョロニョロしたやつを。そうですね、うまそう。いただきます。うまっ。夜光貝だ。さっきやったやつがこうなるんですね。夜光貝だ。はい、マナガツオと夜光貝の盛り合わせですね。盛り刺し。じゃあ夜光貝いただきましょう。これ僕らが大事に合わさってます。うん、さっぱりしますね、さっき食べたより。そうですね。じゃあ次マナガツオ。何日熟成ですか？これ4日目ぐらいですね。へえー、いただきます。4日目マナガツオ。4日目から使いました。うまっ。ガツオ美味しいっすよ。めっちゃうまいっすね。うん、今日なんと濱湯さんの有名な妹さんマリコさんが居酒屋に来ていただいてるらしいんで、せっかくなんで、会いに行こうかなと思います。濱湯さんを知ってる方といったらもうほとんど皆さん知ってると思うんですけどね。濱湯さんの妹さんです。イエーイ。絶対ゴリラ。濱湯さん、はい、ごちそうさまでした。ああ、いえいえ。ということで今日は濱湯さんの居酒屋に、はい、来たんですけども、夜光貝、夜光貝も販売していただいてありがとうございます。いやいや、もうみんな喜んでたんで良かったです。ということで今日はここで、マサルちゃんで終了させていただくんですけども、まだ回します、濱湯チャンネルでは。ということで、続きの動画を見たい人は濱湯さんのチャンネルでね、ぜひぜひ見ていただけたらなと思っております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは